アウグスト・エミール・レオポルト・アウグストは、ドイツのザクセン・ゴーター・アルテンブルク公アウグストは、ザクセン・ゴーター・アルテンブルク公エルンスト2世と、その妻で、ザクセンイコール・マイ人間公アントン・ウルリヒの娘である、シャルロッテとの間の次男として生まれた。兄のエルンストが溶接したため、幼い頃から公爵家の四次講師として育てられた。アウグストは、大変優れた教育を受け、 ジャコバン派と通じている周囲の人々から自由、平等、友愛といった新しい思想を吸収していた。1804年に広告の統治者となる頃にはアウグストはナポレオン一世の熱烈な崇拝者となっていた。そのおかげでアウグストとザクセンホーダールテンブルク広告はナポレオン戦争において利益に預かる側に回ることができた。広告は1806年より ライン同盟に参加した。アウグストが最も熱中したのは新古典主義様式の室内装飾であり、フリーデンシュタイン上に自らデザインしたナポレオンの間を作った。この小美術館、ナポレオンの間は、ナポレオン一世が何度か豪太にアウグストを訪ねた時にフランス皇帝の新所として使われ、またアウグストはナポレオンに豪華な馬車を献上したりしている。 1806年のフランス軍によるドイツへの侵入が起きると、アウグストは避難せず、ゴータに残って、フランス兵による領民への乱暴労石を最小限に抑えた。アウグストは、フランス軍に批判的なジャーナリスト、ルドルフ・ザハリアス・ベッカーを擁護し、フランス軍側に捕らえられた、ベッカーの即時釈放を実現させた。アウグストは、ジャン・パウル・スタール夫人、 ベッティーナ・フォン・アルニムラの文学者と頻繁に文通をする中であった。彼自身、1805年に、キレニオン、アルカディアでの一年という詩的な長編小説を執筆している。アウグストは芸術の講演者そして美術品収集家として有名であったほか、大の変人として通っていた。ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテは彼を、楽しいと同時に、ムカムカする人物と呼んでいる。 アウグストに借金を肩代わりしてもらった作曲家カール・マリア・フォン・ウェーバーは公爵への感謝の証にピアノ競争曲第2番を検定している。アウグストには助見拡張論者としての一面もあり、さらにしばしば好んで助走をして人前に姿を現し豪太宮廷を老狽させていた。アウグストの文学著作には公爵自身が 同性愛傾向を持っていたことを伺わせる部分がある。ナポレオンがワーテルローの戦いで最終的に没落し委員会議が開催された後、アウグストは王公貴族からも外交官からもペルソナロングラータとして扱われ、愛国主義的な一般人たちも彼を意味嫌った。こうした中でアウグストは1822年に、 謎の突然死を遂げ、宮殿の庭園の池の中に浮かぶ小島にあった父の墓の隣にフリーメイソン式に埋葬された。墓にはアウグストが眠ることを示す墓標がない。アウグストは二度結婚している。最初の妻はメクレンブルクシュベリーン大公フリードリヒ・フランツ一世の娘ルイーゼ・シャルロッテであった。夫妻は娘を一人儲けた。アウグストはルイーゼ・シャルロッテと死別後。 1802年に、ヘッセン選定校、ビルヘルム一世の娘カロリーネ・アマーリエと再婚した。間に子供は生まれなかった。ありがとうございます。